星が来た。ちょっと待ってね。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。待ってよ。できたかな、今。メイカー。あ、マリアスさん、こんばんは、こんばんは。ヤッホー。こんばんは。一番乗りですね、マリアさんが。今日は一番です。ちょっと待って、これ書こう。綺麗に。ヤッホー。来るかな、みんな。今日はスプラの配信とかぶってないよね。かぶってないことを願います。かぶってたらね、そっちに行く人もおるけん。あ、これ書きにくい。ちょっと待って。あ、書きにくい。あ、ちょっと待って。書きにくいな。ちょっと待ってよ。ええー、下手くそやけど、もういっか、別に。別に。フォ。あー、でかい字が。ちょっと待ってね、今ね、書き出しようよ、消えたところを。ちょっと待って。 まあいいや、もういいや。はい。普通のピンクかと思ったらラメラメピンクだったのね。あ、くそく？あ、噛んだ。 服？うん、ちょっと、そうやね、ちょっとやない、ラメ入ってる。見えるね、こっから。もう今日半袖で過ごしたわ。日傘を交差してさ。 もう日傘差すのって意外に恥ずかしいなって思ったよ、本当に本当に。とりあえずちょっと待ってね。ちょっと待って、プレイバック、プレイバック。あ、ロクちゃん。あ、千尋さん、やっほー。今日はかぶってないよ。オッケー、今日かぶってないよね。グッジョ、よかった、よかったよ。お事務所さん、カウント頑張ってるね。ありがとう。あ、バンニャーって、こんばんは、バンニャー。やっほー。こんばんは。よっしゃ、今日も配信頑張ってこう、みんな。みんな頑張ってこうぜ。もう日曜日だわ。明日からまた1週間始まってしまうって考えたら、もう本当に嫌だ。まあ頑張ろう。明日から学校が始まるんですよ、私は。もう嫌だ、早起き無理。早起き無理です、私。目覚ましかけよう。最近さ、うちさ、夢です。夢がさ、なんかもう衝撃的な夢ばっかしなんだよね。なんかね、ほんまになんか怒られる夢とか。何？もうほんまにいろいろ見るんだけど、そのなんか一回さ、一晩、まあ、寝て、その一晩だけで3つぐらい夢を見るんですよ。なんか一つの夢じゃない、一つの夢が終わったら目が覚めて、それ目が覚めたのが深夜もう2時とかで、そこからまた寝て、で次また違う夢を見るっていうさ、もう本当に最近夢尽くしなの。ちゃんと寝れてないのかな。もう毎日のように夢を見るけんさ、楽しい。楽しくはないけど。あ、今日も送るよ、なおちゃん大好き。 ありがとう。 ありがとう、千尋さん、ありがとうね、本当に本当に。あ、ちょっと笑ってしまった。何？マリリちゃんなんか農家のおばさん、農家のおばさんかと思うような格好してたり。そうなの？やばい、どんな格好？もうあれ、帽子。うちも帽子かぶりたいけど、なんか帽子って似合う人と似合わない人がおるじゃん。うちかぶったらなんかね、気持ち悪いんよね。ほんまに畑におりそうな人になるけんさ。どうしよう、帽子でも持ってないし、まず。そういう、なんていう、日焼け防止のさ、帽子。あ、お、ダジャレ。ダジャレ、日焼け防止の帽子。合ってるよね。あ、持ってない。買いたいけど。日傘。でもなんかさ、ここに、腕のさ、なんか、あれあるじゃん、なんか、ね、わかるでしょ？手袋じゃないけど、腕袋。わ からん。まあ、腕袋？なんて言うんだっけ、あれ。まあいいや、どうでもいいか。それは、夏はやるよ。でも、今日はやってなかった。なんかあれださ、日傘さ、意外にさ、よくない？なんかこうさ、なんて言うの？例えば、日が後ろから、この頭めがけて来よったら、もう、こうね、こう傘を斜めに、日傘を斜めにこうね、やったらね、日が当たらないんですよ。まあそれみんな知っとるか。うち今日それ知ったんだって。うち今まで日傘の意味も何も分からず、こうやって差しよったけんね。
マジもうバカだったわ。チャキ開けたんよ。本当に。あ、57点ありがとう、バッキュン。ありがとう、落ちましたか。ありがとう。ありがとうございます。ちひろさん、ショールームの時はいつでも送ってあげる。やった、ありがとう。待ってまーす。親父さんになった、親父さん、親父さん。あ、あの、あれ帽子、え、帽子いいよな。帽子が欲しいけど、でもな、自分似合わんしな、帽子。じゃけんさ、ね、なんかもうガチって思われるくない？その帽子かぶって、あの 日傘さして、この腕袋、うち腕袋って呼ぼう、腕袋してさ、なんかもうこうやってやりよったら、まだもうガチのさ、もう日焼けしたくない人みたいな感じじゃん。まあそうだけどさ、うん、どうしようかな、日焼け対策なんかない？日焼け止めはね、ちゃんと見らんといけんけど。先日、孤独のグルメ、孤独のグルメにゆのちゃんが出演してるの見た？見てない。ゆのちゃんってあれ、あのゆのちゃん、事務所のゆのちゃん。え、孤独のグルメ、そんなんあったの？何孤独のグルメって番組？あ、かわいあん TV のやつかな、違う、なんかそんな感じのやつよな。あ、おちむしさん、桜ありがとう。桜色の服だから桜、あ、いつもかありがとう、桜、桜ありがとうございます。桜桜、マジなんかもう乗り換えのやつが来る。一人ごと。逆に日焼けと日焼け防止気にせずに帽子買えば、あ、日焼け防止気にせずに、あ、そういうこと。あー、確かに、うちね、確かに帽子ね、全然持ってない。なんかね、帽子今東京のこの家にあるのは2個しかない。広島にはなんか結構ある。あ、嘘、2個じゃない、ニット帽とかあるけど、ニット帽かぶらなんか、あのね、帽子ね、前までめっちゃ好きだったけどさ、なんか帽子ってさ、なんかあれじゃない、前髪がぺっちゃんこになるくない？なんかそのなんか室内とかに入ったら帽子かぶっとっていいんか、脱ぐ方がいいんか分からんじゃん。いや、脱いだ方がいいんかな。でもうちは脱ぎたくない派なので、もうかぶるならもう家に帰るまでずっとかぶってた人、前髪が潰れとるけどね。だけどさ、なんかそれでね、なんか前髪がね、帽子のせいで前髪が崩れるって思ったら、帽子はかぶりたくないんですよ。でもかぶりたい。え、なんかなんて言うの、なんか日本語わからん、でも持ってる。帽子最近かぶって、しかもあの買ったの去年買った帽子かな、なのに一回遊んだ時にかぶった以来かぶってない帽子がある。今年はかぶろうと思った、ちょっとはね。もう一日中かぶっとけるとこに行くならかぶっとこう。帽子ね、前髪がな、どうしても潰れるよね、前髪って。なんか前髪のさ、なんかあるでしょ、なんかもし潰れた時用になんかなんかね、くるんって前髪をやる、なんかね、こんなあるんですよ、なんかロフトかどっかに売っとった。なんかそれね、いいかなと思ったけど買ってない。買ってないよ。椅子のことこんがりと焼いちゃう。うちさ、それさ、ちょっと去年、あの、多分おちむしゃさん去年のこと知らんのかな。え、おちむしゃさんとうちいつ出会った？いつ出会ったとか言って、分からん。でもとりあえず去年の夏ってショールームしとったっけ、自分。しとったよね。しとったよね、去年の夏ショールーム。そう。あ、そう、海の話したよね。で、なんか海に友達と、広島の友達とね、あの帰省のした時に海に行ったんですよ、みんなで、まあ、5、6人で。でさ、その海行ってからめっちゃ日焼けしてさ、もうめちゃめちゃ日焼け止め、もうほんまにベタベタに塗っとったのに、なんかね、日焼けしたんよ。次の、違う、その日の夜とかもうめっちゃ真っ黒でさ、もうびっくりしたんですよ。じゃけ、もうそれから海がすっごい怖くなって、てか海に行くのは好きじゃけど、もう入りたくないと思って、じゃけ今年は海には多分行かん、行こうって言われても見るだけにするかもしれんと思って。もうほんまに焼けたことがショックすぎて、だってその日焼けが今でもちょっと残っとるぐらいじゃけんさ、もうそんな日焼けする？海だけで。まあだってうちらさ、あの朝から、朝、まあ昼前から夕方ぐらいまでずっと海の中入っとったけんね。
で日がボンボンでボンボン 日がボンボンっていうなんかもうそれ日焼けするわって思うけどさ、もうじゃけんね、もう海は怖いです、私。あ、千尋さんカウントありがとう、ありがとう、頑張って。入った。本当に本当に海の話盛り上がるわ。マジでな。もう海行く人は気をつけて、本当に。だってうち、あ、そうだ、なんかね、うちさ普通に T シャツ、何？なんかメールが来た 何？とか言って、 T シャツでさ入ろうってなったよ、みんなで。あの水次着の上に T T シャツ着てね。そうで、 T シャツで入って、もう T シャツの跡がついたんだけどさ、うちなんて行くんだったら、なんかさ、日焼け防止の水着あるじゃん、なんか長袖のこう着るやつ、もうあれ着てからじゃないと。でもそしたら顔が焼けるしなとか思って、もうどっちにしても海行ったら焼けるんですよ。じゃけん今年は海は行かないように気をつけながらも、あのね、プールに行きたい。プール、あの屋内っていうっけ、うん、屋内プールに行きたいんですよ。屋内プールだったら、夜けんし、それかナイトプール、夜のプールだったら絶対に夜けんけさ、もう女の子って大変や、本当に日焼けのことまで気にせんといけん。テレビ東京のドラマ、あ、ドラマ、東京。うったペペ、テレビ東京のドラマ見てない、見てない、え、見てなかった、何それ、あ、見てなかったわ。あっちー、どんなやつ、孤独のグルメ、ドラマなのそれ、なんかうちあれかと思った、バラエティーかと思った、なんかグルメを食べて美味しいみたいな感じで違うんか、ドラマか、全然違うな。私そもそも前髪の、え、千尋さん前髪、あ、待ってよ、一生懸命考えた。前髪なかった、な、分けとるよね、確か。なんかどう、うちね、あのね、写真で、うちね、なんか、見た気がする。なんか分けとったね、確か。え、分けとった？え、でも、確かに前髪なかったかもしれん。え、羨ましい、前髪ないの？ちっちゃい頃から伸ばしとった人？そりゃそうか。どうなんじゃろう。でもうちもね、中学生の頃は前髪伸ばしとってこう、こうね、こう分けとったけど、なんかなんでか知らんけ、あ、なんかね、なんでだろう、なんか切って なんか知のらんけど切って、中学生の中3かな、中2か中3で切って、で今に至るって感じ。もうずっとうち前髪この短い、どうしよう、なんか変えたいな。あの来月ね、ちょっと今月美容院ちょっと行けれんかったけんさ、来月美容院に行きたいんだけど、どうしよう。前髪、でも前髪はね、この分けとる方がね、いいってね、みんな言ってくれるけんね。分けようかなと思って。どうしようか。でもパッツンもしたいんだけどな。でもパッツンってなんかね、似合わんのよな。髪の毛って悩むよね、本当に。本当に悩む。日焼けすると赤くなるよ、黒くなる。この前、去年の夏の時は一回その日の夜とか次の日ぐらいはしばらく赤くって、そっから黒くなってった。なんかね、初めめっちゃヒリヒリした、痛かったような気がする。あれ、痛くなかったっけ、あれどうやったっけ、忘れた。でもなんかお風呂の時がちょっとピリッと、ピリ辛 辛くない、辛くない、ピリ痛だったけど、え、どうやったっけ、分からん。赤から黒になった気がします。え、なんかあるよね、赤くなる人とさ黒くなる人で、赤くなる人はすぐ戻る人だったっけ、うん、違ったかな。放浪の放浪ってあってる？放浪の撮影してきた、大阪城、何それ、大阪城に行ったってこと、大阪城の撮影してきたの。あ、そっか、アマチュアカメラマンって言おうたもんね、おちむしゃさん そうやったわ。え、大阪城行きたい。だってうちこの前さ一人で、あの大阪とかに、なんていうの、なんか旅行のことをちょっとね最近考えたよね、なんか一人で。で、大阪ってなんかどんなとこがあるんじゃろうとか思って、もう一人で調べたりしようと思う。大阪のなんかツアーみたいなのがあって、大阪城行って、あ、1日目ユニバ、あ、昨日じゃ、昨日あの本屋さんに行ってなんかね、こう見よったんよ、この旅行のやつを。で、大阪ね見て、なんかね、1日目 USJ 行って、2日目に大阪城とか、なんか道頓堀ってとことか、なんかいろいろ
行けるツアーみたいなのがあって、うわめっちゃいいじゃんとか思ってさ、ほんまに行きたくなった。もう昨日はずっとね旅行の本見よった。ずっとではないか、1時間30分1時間ずっと見よった。本屋さんっていいなと思った。うち本あんま好きじゃないけど、なんかすごい静かな雰囲気でとてもいいです。いつかまた本屋さん行こう。五十のおちゃん、ちいろさんありがとう。五十のおちゃん完了ありがとう。ありがとうす。春日さん。それ何の写真？それ、ああ、それ、あ、待って。あ、ゆっけちゃんだ。こんばんは。ひとみん配信してるから落ちます。あ、ひとみちゃん、あれ頑張って。CD のやつ。頑張って。え、何時までやるんかな？うち、星投げとカウントだけしていきたいけど。間に合わんかな？うち8時半までやるけど。間に合ったらひとみちゃんの配信行くって言っとって。頑張って。ひとみちゃん、CD。CD 何これ、もういいよそれ。なの、うちが見たのはなんかね、たまたま誰かがいいねした写真な、何だっけ、なんかね女の子に3人がおった気もする。うちねそれ見たのね、もう何ヶ月前ぐらい。どうやったっけ。あ、それとなんかさ、なんかチーラさんがさ、なんか誰かとさ、なんか写真をピースで撮っとったじゃん。なんかだスプラのメンバーかな、分からん、誰かのメンバー、誰かだった。でその写真を見て、あとこの前カノンちゃんと会った時、この前じゃないけどだいぶ前か、カノンちゃんと会った時になんかアイドル祭り違う、なんかの全体写真を見せてもらって、ファンの人もペーンって写るやつで、これ見てみたいな感じで言われて、まあ見たら多分そこにチーラさんおったのかな。でもとりあえず1回は見たことある。このあれだでしょ、あの目がパッチリしとるでしょ、あのあとえ、分かる、多分顔見たらうち絶対分かると思う。なんかねうちね、そのかのんちゃんから見せてもらった全体写真の、あ待って、ん誰だ、あマピピコンさん、マピピコンさん、初見さんありがとう、あのカウントありがとうございます。頑張って、35億。まあいいよ、何の話しちゃったっけ。そう、その全体写真でこれ誰って言ったら、かのんちゃんがさ教えてくれるんよ。あ、これ誰々さんよって言って、それでうちは覚える、うんって感じ。そう、それをねこの前やったの、かのんちゃんと。それがね、もうほんまにうち名前が覚えれん人じゃけんね、もうみんなちゃんとちょっともうアピールしてね、ヤッホーって。そしたら絶対覚える、マジでうち覚えれんけんさ、ほんとにいけんね、悪いこっちゃ、うん、京橋、あ、違う、京橋じゃないな、け、ん？け、ん？け、け橋？ごめん、おちむしゃさんおちむしゃさん、うち漢字読めないや、うん、とりあえずなんちゃらの読売テレビ、うん、あ、待って、コメント読むね。建設現場、建設現場に県民の挑戦状が貼ってあった。え、県民って県民賞？県民賞ってなんだっけ。え、なんかテレビ悪くない？県民どうちゃらこうちゃらみたいな。挑戦状？なんじゃそりゃ。あ、ゆきちゃんのコメント読んだね。広島県民からの挑戦状。柿。柿王国の広島。柿王国ですね。うち柿食べれん。柿？柿、うん、柿じゃ。柿食べれん、うち。殻付きの柿を簡単に食べる方法は？だと。知らん。え、まずさ、うち柿がどんなさ、どんな、え、待って、あ、リュウさん、ハートありがとう、ありがとう、ハートありがとうね、ありがとう、ちょっと YouTube が来たありがとう、リュウさん、こんばんは、ありがとうね、ちょっと待ってね。そう、柿の話。柿、うちね、柿ね、あの、焼き柿っていうの、なんかお祭りとかで広島で売っとんじゃけど、柿をね、その柿は全然食べたことない。なんか小学校の頃とか中学校の頃に給食で広島の柿フライが出たことはあるけど、なんかね、ほんまにそれから柿が苦手になって、柿はね、焼き柿食べたことないんですよ。じゃけどうやって食べるかもわからん。やばいよね、広島県民じゃねえわねえわ言うて。あ、コルトさんこんばんは、かわいいですねいきなりありがとう。今日ピンクだから可愛く見れるだけよ。見れる？見える？見える？だけよ。
ちょっと待って、なおちゃんってりゅうさん、こんばんは。ありがとね、本当に。ハートもありがとう。ありがとう。スマップさん。わかるような、わからないような。え、わかって、あの写真のことやろ。いや、わかって、うちね、なんかね、誰かがいいねしたやつで、なんかね、コロ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 回ってくるんよね。スプラの画像とかもめっちゃ回ってくる。ちょっとね、それをね、いつもこう見ながらね、楽しんでます。怖いな。京橋は、あ、京橋あっとった。ん？うち京橋って読んだっけ？京橋はええとこだっせ。そうなん。ええとこ？ええとこじゃわ。広島弁。何？マリウスさん。アイドル祭りでなおちゃんを見かけたとき、ものすごく警戒している雰囲気だった。誰が誰が何を？誰が誰が何を？え、うちが警戒しとる？アイドル祭りってうちどんな時だったっけ？どんな時じゃない。多分あのね、広島じゃない。なんかね、学校の講演会があって、それに出た後に急いでアイドル祭り行ったよ。行って、え、うちのこと見た？アイドル祭りで。うちね、アイドル祭りでね、うちね、ごめん、記憶がない。あれ、アイドル祭りってさ、あれ、どうやって、うちが警戒しとった？え、誰が警戒しとった？うち？待って、ちょっと心配。早くなおちゃんに会いたい。ちえるさん会いたい。ライブ見に来てね。会ったら、またちょっとね、言えるようになったら言うので。ぜひ、ぜひ、もう歌ったの？歌ってないよ。今何時？ 7 時22。8時ぐらいに歌いますわ。いつも通り。8時に歌うよ。今日は、リトグリさんの歌を歌います。どうだどうだ、頑張ろう。ちょっと歌えるか分からんけどさ。え、待って、ちょっともう何、アイドル祭りどんなんやったっけ。うちが警戒しとった。警戒ってどういう意味？怖がっとったってこと？え、 TDC ホール、東京ディズニー、違う、東京、何やったっけ、東ディズニーシー、東京ディズニーシティじゃん。違う違う、東京、待って待って、東京ドームシティホールか、思い出した。ちょろちょろしてるのを見てました。ちょろちょろしてた、うち。あ、そう、なんかそう、あのね、急いで来て、もう途中からアイドル祭りの途中から入ったんですよ。で、入っとって、そしたら、そう、あのこと？うちが席変わったこと？なんかね、おいで、なんかかのんちゃんママとか、確かみーなママとかに、こっちおいでやって言われて、こう変わったんですよ。変わったっていうか、移動して、その時かな、ちょろちょろしよったの。え、わからん。でもそっからね、あのスプラに会いに行ったり、なんか確かにちょろちょろしよったかもしれんわ。あ、そう、ん？あ、そう、終わってからもうなんかね、スプラの方行ったり、お母さん探したりで、めっちゃちょろちょろしよった。そのことか。あ、そのことか。思い出してきたわ。ほんまにちょろ、ね、もう全然わからん。なんかあそこのさ、ホールさ、めちゃめちゃ迷子になるんだけど。はあ、本当に楽しかったね、でもアイドル祭りって。また見に行きたいな。今回はマックスが出るのかな。あ、違う。なんか、グループを作るみたいに言ったよね、アイドル祭りのために。オーディションするって言っとったね。頑張れ、みんな。頑張れ。あ、ん？リトグリの歌いいよね、好き。ね、リトグリの歌めっちゃ好き、うちも。リトグリさんも、もう歌がもう神。神の神の神。本当に。もうやばいわ。その頃また来る。ありがとう、リュウさん。8時にお会いしましょう。また来てね。また来てね。ダダンダダン。ダダンダダン。盆踊り。東京ドームシティホール、そうでしたね。東京ディズニーシティってなんやねん。ホールホール。じゃあそこの遊具また行きたい。遊具じゃない。アトラクションまた乗りたい。ほんまに怖いよね、あの東京ドームのアトラクション。めっちゃ怖いけんね。あ、リトグリも好き。でもなおちゃんの方が好き。拍手が起こるわ、これもう。拍手がちょっと起こってしまうわ。ありがとう、ちいろさん。ありがとう。ありがとう。やばい、これしか歌えない。猫セブンさんだ。チャンス、お久しぶり。ありがとう。
猫セブンさんこんばんは。やっほー。あ、おちむしさん星ありがとね。足がしびれたよ。何の報告や。足が、いや、アッシュ選抜みたいですね。そうですね、アッシュ選抜。やば、どんなグループ、マックス出んってこと。じゃあマックスは出ず、普通にそのグループがボーンってこと。それもしさ、何、決勝行くとして、東京来るとして、もし優勝したらさ、やばくない？どうなるんって感じじゃん。やば、すごいね。頑張れ本当に。みんなオーディションって本当に緊張するけんね。頑張ってほしいわ。もういつもオーディション何回も受けてきた中でもうね、ほんまに慣れんけんね、オーディションってもんは。お、え？ミミズクッキーさんだ。ミミズクッキーさん、はじめまして。はじめまして。ふーってふーふーどういうふー、それため息のふー。あ、そう、ふうふうってやつ。わからん。はじめまして、ありがとう。藤井奈央です、よろしくね。軽いわ自己紹介が、本当に。あ、自己紹介するわ。じゃあ今日このために帰ってきたので、はい、じゃじゃーん。なんか光が変わった。藤井奈央です、高校2年生の16歳です。ショータイトルという事務所に所属しています。歌を歌っています。 Twitter と Instagram やってるのでフォローよろしくお願いします。じゃーん、ボーン。どう？ちゃんと書いたのよ。まあ、今日はそんな書いたって言っても前回の残りを書いただけ。皆様チェックをお願いいたします。パーン、めちゃピンクピンクピンクや。何がこんな面白い、ピンクピンクピンクみたいな、もうやばい。さよならさよならだ、本当に面白い。あ、猫ちむさん、今度のカラオケバトル、ダイアナ・ガーネット。何、ダイアナ・ガーネットって誰だ。出ますよ。カラオケバトル録画したい。でも今早すぎるか。ちょっとうるさい、うるさい、うるさいよ、静かに。テレビに怒る人。あ、ちょっとカラオケバトル、うち来週じゃない、今週か、来週か、水曜日見ますわ。多分この、テレビを見ながら配信すると思いますわ。カラオケバトル楽しみだ、楽しみだ。ミミズクッキーさん、明るい人。明るいですか、ありがとうございます。明るいです、私もう、あの、こう見えてすごく喋、るの苦手なんで、夜です、夜ですとか言って。本当にね、ありがとね、みんな、ありがとう、ありがとう。リトグリの子も大分前に、あ、だいぶ前だいぶ、だいぶ前で会っとる、それ大分じゃないよね、だいぶ前、あ、会っとるわ、だいぶ前に出てたの。そうなの、リトグリの子。カラオケバトル出とったん。あ、それは見てないわ。うちなんか、関ジャニの仕分けで、セリナちゃんが歌っとったのは何回も見た。で、この子やばいなとか思いながら見よった。カラオケバトルにも出とったんじゃ。あ、待って、ママニョン、ママニョン、あやほ、ありがとう、アイス。アイスのポーズどうだったっけ。アイスってどうやって、これ団子って言われたよね、アイス。よくない、アイス。あ、アイス、これアイス、ありがとう。よくない、アイスポーズ。この丸にピース、コーンに、コーンにバニラ、バニラとは限らん、アイス。アイス、ありがとう、ママニョン。アイスポーズ決まりました。うち何回も決まったって言ってコロコロ変えるよね。でもこれ納得じゃない、みんな。これ団子に見えんしさ、アイスじゃない。いや、わからんな。わからんわ。カーテン、服、ホワイトボード、すべてがピンク、まさしく春の奈央ちゃん。本当だよ、本当に本当に。だって今日は暑かったもんね。もう暑かったよね今日。みんな熱中症ならんかった？まあ、ならんかったっけ。今これ見とんよね。ほんまにでも暑かった、本当に。暑いよ、
なんで27度6、5、5度以上あったでしょ普通に。夏が来ますねみんな。もう私夏嫌よ。まあ、冬も嫌じゃけど夏も嫌だ。うち秋が一番好き。まあでも夏が来るということは、誕生日が近づく、大晦日が近づくということで、大晦日早く来んかな。あ、ママにありがとうね。本当にありがとうございます。アイスありがとうね。猫セブンさん、ダイアナ・ガーネットのど自慢ザワールドで優勝してプロになった。プロになったの？あの、のど自慢ザワールドってあのこの前放送しとったやつ、うちあれ録画してまだ見てないな。ミント意見。すごい。あら、すごいな。見ますわ、カラオケバトル。あ、その子セリナちゃん、それが見たくてプレゼント。あ、ありがとうママニョ。これが見たかったの？いやもうアイスだよ。いいでしょこのアイス。なんかもうほんまにアイス、よう考えたわ。2回出たな確か。そう、2回ぐらい出とったね。あ、セリナちゃんのことほんまにうまいよね。上手。コルトさん、いただきます。どうぞ。ごちそうさま。ごちそうさま。まだ食べてないでしょ。アイス食べた。最近食べてないな、アイス。アイス不足。やば、偏頭痛が治ってきたから見に来たよ。ありがとうママに。偏頭痛だったの？偏頭痛ってなんかみんな言うけど、偏頭痛って何なんだろう。頭痛のこと？大丈夫？あた、熱？熱ではないか。頭痛？風邪ひいた？あ、夏バテ？早すぎるか。大丈夫？まあ、治ってきたんだったらいいけど。早く寝てね。早く寝たら治るから。寝て水飲んだら治るんよ。三原則。あ、二原則か。バニラ推し。そう、バニラ。いや、バニラも好きじゃけど、ストロベリーも好きじゃけど、一番好きなのはあのね、なんていうか分からん、あのさ、クッキーが入ってるさ、アイス、バニラアイス、クッキー&クリーム、31で言うとそんな感じのやつが好き。一番美味しいのよあれ。抹茶も好き、抹茶も好き。そういえばてかアイスほとんど好きかも。定番の味は全部好き。500のペットボトル3本空いた。熱かった。やば、そんなに。じゃあ 1500ml をの水分を今日取ったということですね。素晴らしい。うちね、水とかお茶とかそんなに飲まない人じゃけんさ、1日にほんまにコップ1杯とかしか飲まんのよね。まあでも夏はちょっと増えるけど、もう今日とかもね、コップ1杯も飲んでないけんね。やばいのよほんまに、水分なんか取らんのよね。なんか、あ、びっくりした、画面止まったかと思った。ダイアナ・ガーネット、この間のど自慢ザワールドの決勝で、あ、500点満点出しとった人。うちね、うちね、ちょっとだけなんか最後らへん、なんかちょこっとお風呂上がりに見て、やばい、500点満点おるとか思って、これ勝てる人おらんじゃろうと思って、あ、その人、待って、うちごめん思い出せんけど、すごい、プロになったんじゃん。あ、待って、ママニョン、タコありがとう。タコ、タコってどんなポーズ？タコってどんな、あ、タコ、あ、これ違う、これ天狗、違う、あれ、これ何だったっけ。あ、豚じゃ、豚じゃ。タコ、タコってどんなポーズ。タコってどんなポーズ。タコ、タコ、タコって足がこうポン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 って生えてる。あ、ポンポンポン。タコってどんなポーズだっけ。タコってどんなポーズだろう。タコどんな顔した。タコ、タコって難しいわ。タコってちょっと待って、考えとく。待てよ。まあ有名な人はクリス・ハート。あ、クリス・ハートさん。あ、そっか、クリス・ハートさんってさ、のど自慢ザワールドからデビューしたんだっけ。 I love you, I love you。 めっちゃいい曲。I need you ずっと。え、でも勝てなかった。あ、え、セリナちゃん。あ、え、そうだったっけ。あ、もう話がわからなくなってた。え、そうだったっけ。あ、す、え、え、そっか。え、どっちが勝てなかったのよ、クリス・ハート。え、クリス・ハートさんはでもそっからデビューしたってことよ、なんだったら。すげえ、
うちも野田自慢ザワールド出ようかな。何人で出ようか。日本人はちょっと無理かもしれない。なんか、ね、日本人って歌うまい人いっぱいあるじゃん。まあどこもそうか。うーん、じゃあうーん、うちね国旗全然わからんのよね。インドネシア、インドネシア代表藤井直オランは藤井直とか言う人はもう直ちゃんって偏頭痛、え、直ちゃん偏頭痛って読めるんだね。読めるよ偏頭痛ぐらい。マリウスさん、どんだけうちが漢字を読めんと思ったの。え、なんか偏頭痛だってみんな言うんだって。なんか偏頭痛、なんか あとなんかお薬のさ、なんかあのなんか効き目、なんか症状みたいなあるじゃん、書いてあるじゃん裏に。そこで偏頭痛とか書いてあった気がするよ。まあ偏頭痛は読めますわ私。さすがに偏頭痛読めんかったらやばい読めん人おるかもしれんけど、やめよ。タコが見たく、顔で表現した、顔で表現、顔が表現、顔がじゃない、顔で表現。タコって難しいよちょっと。え、タコって、うちタコなんか初めてじゃもん。タコどんなん。1200万円中国人、まあいいわ。タコ、なんかタコこのイメージしかないよね。うち何やったっけこれって、大福これ、え、何やったっけ、わからん、ちょっとタコわからんわ。ちょっと誰 か一緒に考えよう。丸ごといちご、丸ごといちご、丸ごといちご氷、何かき氷それってのがあって美味しかった。美味しそう。かき氷めっちゃ好きなんだよねうち。なんかさ、お祭りとか行ったらかき氷絶対食べる。いちご、いちご味。待って、美味しそう、美味しそうですね。食べたい、かき氷食べたい。ちょっとお祭り今年もね、ね、東京のお祭りまだ行ったことないので私。なんか東京のお祭り行く元気行く勇気が出てきませんね。なんかさ、だって東京の祭りって帰りとかめっちゃ電車混みそうじゃん。うちね、そこ考えてしまう。じゃけん、なんかね、しかもちょっと怖いよね、なんか。じゃけん、まあ誰かと行きたいなって思ってます。ひとみちゃんかなと行こうかな。楽しみ。お祭り行ってかき氷食べたいよ。かき氷。ママニョンさん完全復活ですか？完全復活なんかな？でも偏頭痛が治ってきただけでまだちょっとしんどいんじゃない？気をつけてくださいね、本当に。風邪はひかないでね。でもまあ夏風邪ね。夏風邪ってのもあるからね。これからも気をつけていかんとやばい。インフルエンザならんようにしよう。あ、もうならんか、この年は。インフル、なんかインフルエンサー乃木坂さん。広島人、あ、広島人として広島ラベベ、広島人代表藤井直。広島の人も歌うまい人結構いるからね。本当に本当に。うん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 。分からん。何の曲か分かる？運動会の行進の曲。パッパラパン、パッパラパン、パッパラパッパッパッパラパン、パッパラパン、パッ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 パン、パンパンパン、タンタタンタタン、わからん。全体説明、チッチッってやる。楽しかったな、運動会の練習。運動会って読み方ちょっとやだ。体育祭？体育大会？ちさてさ、さてちゃペペ。何言った？あのさ、さっきさ、あの卒業アルバムをね久しぶりに見たんですよ、中学の卒業アルバム。もう楽しそう自分と思って、でもめっちゃね、なんかもう幼いなと思った。うち今が大人っぽすぎて自分で言えば、だから違う、中学生の頃よりかは大人っぽくなったんですよ、このこう見えて。うん、なんかほんまに小学、あ、中学生の頃はで黒髪だったし、黒髪で前髪パッツンでめっちゃね幼かったんですけど、もうね今はね本当にね髪染めてね、本当にちょっとね都会になっちもうたな。でもまだ全然うち田舎人なんだけどね。セリナちゃんもダイアナちゃん、ダイアナもね。お、セリナちゃん、あ、負けた。え、まあカラオケバトルに出たらどうなの。カラオケバトルに出たらどうなの、私に言ってる猫セブンさん。カラオケバトルね、オーマイガー、オーマイガー、なんかもう点数がうち出なくて全然。
なんか過去3回カラオケバトル出たけど全部負けちゃって、あっちゃーって感じだよね。勝ちたいって気持ちは毎回めっちゃあって練習するんじゃけど絶対負けてしまうんですよ。私勝負に弱いわ。勝負に弱い女です。読めない人、アンナちゃん、アンちゃん読めんの？うっさい、偏頭痛は読めるでしょ。違う？いじめてごめんね、モーニョ。いじめてはないよ、いいよ。許してやるよ。ありがとう、ママニョン。気をつけて。風邪、風邪ね。偏頭痛、偏頭痛、偏頭痛。写真ツイートしておやつテロしとく。やめて、おやつテロとかもうダメ。でも送っといて、ちょっと見たいわ、そのいちごかき氷が美味しそう。いちごてかまだ4月なのにかき氷食べるっていうのがすごい幸せそう。かき氷ってどこに売っとんじゃろう。かき氷ってどこに売ってるの？普通にお店とかにかき氷売ってないかな。マジ買いてえわ、買いてえわ、買いてえわわわ。待って、あと20分ぐらいで歌います。平内まーちゃんも2回出たけど選曲家がちょっとなと思ったと。カラオケバトル1曲目がうちね、まーちゃんが1回目カラオケバトルに出た時は見に行ったんですよ、応援に行きました。何の歌？川の流れのように、だ川の流れのようにってやつで、2曲目の歌、タイムゴーズバイ歌ってましたね。まーちゃんすごい点数出るよね、すごい上手、うらやましいわ。うん、うんとか言って。五穀神社、なんて読むの？五穀神社じゃないわ。何神社って読むのそれ？マリウスさん、五穀神社じゃない、広島やな。東京の神社のこと。なんちゃら神社の夏祭り、アイドルさんたちがよく行ってるようですね。そうなん？じゃあうちも行ったらアイドルさんに会えるかなっていう考えはダメ。わからん。行きたいな。何大きい祭り、なんかね、うちね、まずちっちゃい祭りから行きたいなと思って。だってなんか大きい祭りなんていうの、 なんかあるじゃん、東京のさ大きい祭りなんていうんだっけ。東京の大きい祭りよ、浅草祭り、違う違う。あの花火がめっちゃ綺麗なやつ。なんかその祭り行きたいけど人が多すぎて多分うち潰れてまうなと思って、じゃけまずはちっちゃめのお祭りから行きたいなって思ってるんですよね。確か2回出たのは知ってるけど3回出たのけどな、3回出た、うん、そう、1回目第1回の時が中学1年生の時に三日月を歌いました。うん、三日月を歌ったの多分めっちゃ前じゃけんね、多分もう 2,3 年前じゃけん、多分ね、あんまし知らん人もおるかも。三日月で1回出て、2回目が空と君の間に歌った。空と君との間には今日も冷たい雨が降る。それも負けちゃって、あ、それはね中2とかの頃だったかな、あ、中3かな。で高校1年生で何歌ったっけ、あの時、あ、ありがとうの輪を歌ったんですよ。ありがとう、ありがとう、ちゃんと伝わるかな、その笑顔が勇気になるを歌ったんですよ。3回出たんだけどね、全部負けてるんですよ私。本当にもうね、点数には弱いですマジで。結構なんていうん、点数出るかなって思うけど毎回練習よりも低い点数しか出ない。まあそんなもんですよね。スタジオには魔物がいるから、熱くてがっつい、がっついたら頭キーンってなった。わかる、なんかさめっちゃ暑い時ほどさ、でもかき氷めっちゃ食べたくなるじゃん。でめっちゃ一気にさパーンって食べたくなるけどね、頭痛くなるよね。それ夏のあるあるですよ、かき氷あるあるってやつ。でもアイスもそうかな、アイスもなんかめっちゃめっちゃ早く食べたらねキーンってなる、めっちゃ痛くなるよね。でもすごいアイス大好きなんですよ。アイス間違えた？あ、ワルオニゴーリ？読めん。あ、靖国神社か。うちさ、そのね漢字が読めない。なんていう、その漢字は
見たことあったんですよね。ある見たことあるけど今まで漢字読まずに生きてきた。靖国神社か、うん、靖国神社日本で最も有名な神社。あ、有名、最も有名なん。あら、護国神社も負けてないよ。負けてるか。宮島行きたい。そういや君の事務所も NLB と同じやな。そうですね、君の事務所、私の事務所、そうですよ、 NMB さんと。てかさ、この間、まあ、事務所に行って、そしたら NMB さん の、 あの DVD をねいただいて、もうね幸せなんですよ私、本当にたくさんもらいました。うん、じゃあちょっとね、ちょこ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 というかちょっとずつもうテレビで見てます毎日。今日も後で見るんですよ、本当に幸せ。もう NMB さん大好き、本当にもうやばいわやばいわって。なんかさ、もう NMB さんのさすごいところってさ、もう仲がいいですよねみんな。うん、なんかお笑いのセンスがめちゃめちゃ悪くないですか。まあ、まあ、関西じゃけんか、めちゃめちゃ面白いんですよね。マジで好きだわ、うん、嬉しい、同じ事務所っていうのが。カラオケバトルって大概歌うま出てるな。あ、確かにカラオケバトル出る人ってみんな歌うまいですよね。歌うまいし点数も出るし、どういうことやって感じ。オーマイガー、なんであの点数出るんじゃろうね。堀江ちゃんとかすごすぎじゃろ、あんな歌うまくて。めちゃめちゃさ、ね、点数出すじゃん、100点とか。100点とかもうすごいわ、尊敬ですね。うん、最も有名な神社は伊勢、伊勢なんて読むの、伊勢、伊勢神宮、あ、伊勢神宮か、伊勢神、伊勢神宮って読むっけそれ。あれでしょ、あそこにあるやつ、あそこどこか忘れた、行ったことはないけどさ。僕は結成時からのファンですよ。そうなの？結成時からのファン？ NMB の？すごい。え、結成時ってめっちゃ前じゃない ？NMB さんの結成。めっちゃ何、10年前とか、そんな前ではないか。すごい。遅れた。あ、遅れ、あ、福尾さんだ。遅れたの。こんばんの。やっほー、ありがとう。福尾さん、こんばんは。ありがとう。ありがとうね。お星様ありがとう。誰かな、わかんないけど、誰かわかんないけど、誰かわかんないけど、ありがとう。何回言ったうち今。なんかね、橋の方で見えん。あ、福岡さんかな、一人は。で、なんか右の方から星がさっき来たけど、わかんなかった。ありがとうございます。猫セブンさん、2010、あ、2010年か。で、今2018年。8年以上前から知っとるってことやな、じゃあ。すげえ。え、なんかうちもね、この間 NMB さん乃木坂さんのなんかオーディション映像みたいな YouTube に載っとって、そのね審査のねオーディションとかを YouTube でこう見よって、うわやばと思って、なんかもうあの時からすごいもう顔が作られてるなと思った。もうめっちゃ可愛いなと思ったんですよ。やっぱ可愛い子って小さい頃からすごい可愛いんだなと思って。めっちゃ可愛い。大阪城のお堀？わかんない。大阪城の お墓？お張り？お堀のそばに雁木坂ってのがある。ワンちゃん雁木坂46とか、ああありそうじゃん。なんかえ、でもなんか雁木坂46ってさ、なんかちょっとなんか強そうなイメージない？その雁のその字がさ、なんか強そうなイメージ。なんかもうちょっと可愛いさ字がないかね。だからなんか乃木坂さんとか、乃木坂ってめっちゃ可愛いじゃんね。羨ましい。昨日もね、昨日だったっけ、モニタリング、昨日じゃないかな、モニタリング見てね、乃木坂さんが出てたのよ。めっちゃ可愛かった。あ、昨日だったっけ。あ、昨日じゃないわ。録画しとるやつ見てるけど分からんわ。他の AKB グループには興味ないですよ。え、そうなん。マジか。そう、でもまあおるよね、そのもうそのグループしかもう押さないって人おるよね。やっぱうちは
よし、吉本坂じゃない。なんで吉本坂意味がわからん。あの乃木坂って言おうとした。あの46から吉本坂が出てきた。乃木坂さんと NMB さんとが好きです。うん、が好きなの私は。乃木坂さんも好きだし NMB さんも好き。 AKB さんは最近はよくわからんけど、よくわかんないけど、前はめちゃめちゃ好きで、もう歌とかめっちゃ歌っとった、カバーしとったけど、最近はよくわからん。ん？アイドル興味なかったそれもね。そうなんじゃ。でもすごいね、 NMB さんがきっかけでね、アイドルにちょっと興味が出たって、すごくない？あー、そういう人になりたいわそういう人になりたいわとか言って、すごい。お堀ってお墓じゃないよあ、お堀あっとった。あ、間違えた。お墓、お墓はさすがに違うよね。惜しかったわ。お堀でも読んだよ、ちゃんと。吉本坂期待してるよ。ありがとう、マリウスさん。まだ私もね、結果をね、分かってないんですよね。結果が分かってないので何とも言えないんですが、まあ頑張りたいですね。本当に頑張ろう。びっくりした。あ、福岡さん星ありがとう。まあ関西でアイドルというと他になかったからね。あー、関西、確かに関西のアイドルさん、よくうちも分からんけど、まあどこのアイドルさんもよく分からんけどさ、 NMB さん関西だもんね。関西のあのライブ行きたいよ。単独ライブじゃない、何だったっけ、定期公演行きたい。今は STU48 だよね。あー、 STU さん、そうだそうだ、48か、そうだ、 STU 瀬戸内、広島。てかさ、広島といえばだけどさ、サンフレッチェすごくないですか。あとカープ、カープ今日どうだった？分からんか。なんかカープ今2位ぐらいなんでしょ？2位か3位ぐらいでしょ？で、広島サンフレッチェ1位でしょ？もう今年こそダブル優勝いけるんじゃないかなと思って。そう、信じてます。広島頑張れ！あ、ちょっとダブルできんかった。広島頑張れ！頑張ってほしい、マジで勝って、本当に。優勝してや、マジで。本当に。幼稚園の頃めちゃくちゃ好きだった。AKB 好きだった。うちもさ、幼稚園ではなかったけど、小さい頃めっちゃ好きだったよ、AKB さん。だってライブ行ったぐらいじゃもん。やばい。誰が好きだった AKB さんの中で。なんか誰推しとかなかった？なんか推しっていうか、なんていうの、うちが一番応援しとった、しかも尊敬しとったのは、高橋みなみさんです。高みなさん。うちもう昔から、まあ、今も尊敬しとるけど、ずっと、あ、待って。カズヒロさん、ありがとうね、星。カズヒロさんだ。うちやばい。今、アバター見ただけでカズヒロさんって分かった。天才。はい。そう、それでね。高見菜さんがめっちゃ好きで、今も尊敬してるんですよ。本当に。あ、待って。福岡さんがバイオの、吉本坂に向かって応援してもらえるようツイートしといたっけ。あー、ありがとう。ちょっと後でツイートチェックします。ありがとう、バイナー。福岡さん、ありがとう、マジでありがとうね。本当にありがとう。頑張ります。バイバイ。また来てね。また水曜かな。また来てください。ありがとう。そしてコメントを読みたいと思います。どれも N から始まる。なおちゃんの推し、あ、本当じゃ。 NMB さん、乃木坂、ほんまじゃ。で、なお、あ、やっぱ N が好きなんですわ、私。な、の、に、ぬ、な、な、あと何がある？ N で始まる。な、ごめん、思い出せんかった。なんか N ないかね、他に。あ、 N がつくもの好きかもしれん、うち。納豆とか、何食べ物に行くん？納豆最近、っていうかね、食べれるようになったくんね、めっちゃ好きなんですよ。広島カープは2位だしな。あ、2位ですか。やった。広島カープいけるんじゃない？ちょっと広島、こうね、このね、カープ、サンフレッチェとダブルで優勝いけそうじゃない？ちょっと信じてるよ、私は。僕は歌の上手い人が好きですが、歌上手い人は好きですが、アイドルとかあんまり好きはない。そうなの？歌が上手い人が好きなん？じゃあ私頑張るわ
私頑張るわとか言って、あ、マリスさん今日負けちゃった、今日負けちゃった、だって負けたの、え、なんかうちさ昨日のさ NHK の放送を見たんだけど負けたよね、昨日も3対4 1点差で負けた、え、今日も負けたん、やばマジかよ、勝ってや、本当に本当に本当に、あ、福岡さんありがとね、コメント読んだね、猫スブンさん NNB は別ですよ、あ、別別別別、うん、だって NNB さんってさ歌もうまいけんね、うん、特にさや姉さんマジうまい、うん、ギターもうまいし、グッチョ、神推しは野村奈緒ちゃん、バキューンバキューン、野村奈緒ちゃんなんかもう奈緒ちゃんっていうの自分みたいでなんかもう嫌なんだけど、奈緒ちゃん、まあ同じ名前だからね、漢字は違うけど、野村奈緒ちゃん、もう覚えたわ、あ、N じゃん、N、え、前田、あ、あっちゃんが好きだったの、へー、あっちゃんか、まあ、センターだったもんね、ずっと、あっちゃんも好きだった、今女優さんとしてやってるよね、すごいよね、もうあの金太郎、あっちゃんって言ったら金太郎さんしか思い浮かばないの、うん、前田敦子ですって何だっけ、あ、私のことは嫌いでも分からん、分かんない、どんなこと言ったっけ、 AKB48 のことは嫌いにならないでくださいって、あんなことを言ってみたいわ思ってさ、すごいね、誰も知らない私が推した面、誰も知らない、誰も知らない私が推した面、どういうこと、誰も知らない、誰も知らん、どういうこと、はっきり言って AKB はグループ、 AKB はグループは歌、ん、まあハロプロは、あー、ハロプロはね歌はすごい上手い、ダンスも上手いよね、まあ、もうムスさんがさね、あんな歌もダンスも上手いけんさ、そりゃねハロプロさんのグループなんていうのね、そのね塊上手いに決まってるって感じだよね、ルルちゃんとかもすごいしな、松浦彩なんか相当上手いと思う、そう、あ、松浦彩さんの曲前めっちゃ好きだったよ、今どんな曲か忘れた、どんな曲があったっけ、ちょっと最近聴いてないけど分からんけど、すごいなあみんな、歌うまい人なんてこの世に何人もいるんだよ、すごい、その中で上に行くのって相当難しいけどね、隣の人がびっくりした、まあいいや、そう、まあ頑張ろうみんな、7時58分ソロぼち歌おうかな今日はリトルグリーンモンスターさんのギュッとっていう歌を歌いたいと思います、イエーイ、ギュッと君の手をちょっと確認して、コメントフラウェイコメント読んでシェアして歌います、掴んで走り出して小さなこの痛みを離さない、キュート、待って待って、つないだ手を、あ、できたできた、歌います、林して歩く君にはもうブレーキかけたままじゃ、できた、届かないから、え、松浦彩なんか相当うまいと思う、あ、読んだか、いろいろカバーしてるから聞いたらいいよ、あ、そうですね、カバーしとんじゃん、カバー、あ、カバー曲聞いたことないかもしれん、でも聞いてみるわ、ちょっと、何だっけ、松浦彩さんよね、あ、落ち武者さんパチパチありがとう、持ち歌じゃなくて、なくてね、あ、あの才能はもったいない、あ、素晴らしい、猫セブンさんがさ、そこまで言うんだったらさ、絶対すごいよね、歌うまいじゃん、マリウスさん、ナオちゃん、カニョン、ミーナちゃん、ほのかちゃん、ルルちゃんアッシュ黄金世代、そんなそのメンバーに並んじゃいけん、うちがやば、アッシュ黄金世代、すげえ、まあ、でもなんかさね、ホーちゃんとかルルちゃんとかおった時代はさ、ほんまに最強だったよね、もう今も最強じゃけど、もう多分うちが思う中で一番最強だった、 B クラスとかさすごかった気がするね、暑いよって、コロタさん今どこにいるの、暑い、暑いの、
外かな今。でも多分今外も暑いよね、夜じゃけど。えでもさ、なんかさ今の夏、なんか春かまだ春ってさ、なんか昼間めっちゃ暑いけど夜寒くなるみたいなあってさ、なんかさ服のさなんかどうすればいいか分からんくない？分かる？なんていう、昼はめっちゃ暑いけど半袖で行きたいけど夜は逆に寒くなって後悔するってやつ。もうそれがめっちゃ自分あるけんね。まあ、今日は暑いね。夕方ぐらいに家帰ってきたけんさ、もう半袖出かけて出かけたけどさ、もう家、あ家かよ。普通に家でご飯食べてるけど暑いんだって。ちょっとご飯食べながらこれ見てくれと、ありがとうマジ。ごめんね、ちょっとちゃんと噛んで食べてね、うん、噛んでください。ちょ今日歌えるかなこれ。なんかうちね、今日さっき覚えたんですよ、うちこの曲。いやっと君の手を掴んで走り出して、小さなこの痛みを離さない、ぎゅっと繋いだ手を。ちょっと確認タイムをお付き合いください。生やして歩く君にはもうブレーキかけたままじゃ届かないから、永遠探す当てのない旅、なんか下手くそ、当てのない旅よりすうすねとる先の君の隣。なんかわからんくなってきた歌が。ぎゅっと君の手を掴んで走り出して、慌てた君の笑顔、おかしくて切なくてずっと涙目で、それでも前を向いて、小さなこの痛みを離さない、ぎゅっと繋いだ手を。なんか難しいねこの曲。もうリトグリさんの曲ってほんまに難しいなと思うよ。え、なんて難しいっていうか、なんていうの、リトグリさんがうまいけん、なんか歌うのがすごい、なんかちょっとね、なんか悩むよね。なんかうまく歌えん気がする今日。気にして歩く、ありがとうゆうさん、星ありがとね。君にはもうブレーキかけたままじゃ届かないから、永遠探す当てのない旅より、スメートル先の君のと、ちょっと途中わからんかったらアドリブで、わからんかったらアドリブで歌いますわ。それでは待って、今何時、8時3分ですね、ちょうどいい。歌いたいと思います、聞いてください。あ、べーちゃんさん来た、寝坊したべーちゃんさん今から歌うよ、ありがとう、おはようおはよう、ありがとう。今からちょっと、今日はちょっと失敗する確率 100% ですが、歌いたいと思いますそれでは聴いてください。ぎゅっと君の手を掴んで走り出して、小さなこの痛みを離さない、ぎゅっと繋いだ手を、早足で歩く君にはもうブレーキかけたままじゃ届かないから、永遠探す当てのない旅より、スメートル先の君の隣まで、ぎゅっと君の手を掴んで走り出して、慌てた君の笑顔、おかしくて切なくてずっと涙目で、それでも前を向いて、小さなこの痛みを離さない、繋いだ手を。ありがとうございました。
ちょっと途中分かんなくなっちゃった。まあ、いや、ありがとうございました。ありがとうタッチ、ありがとう。コメント読みます。リトグリで歌うまで、ん、リトグリって馬…噛むわ今日。歌うまで構成されたグループだからね。あ、そう、うん、そうよ。そういえば歌う上手い人が集まったね。みんな歌う上手いもん。下手な人がおらんもんね、ほんまに。まあ僕の好みではないけど猫セブンさんめっちゃはっきり言うな。結構サバサバ系な人ですね、猫セブンさん。すごいキャラが出てます。そう思った。ポーさんこんばんは。ポーさん、この前はお世話になりました。だいぶ前だけどありがとうございます。こんばんは、ありがとう。なんか大人っぽくなってる。ほんまに、やった、ありがとうございます。嬉しい。髪をちょっと染めたけんかな、わからんけど大人っぽくなったってみんな言われちゃったよ私。ありがとうございます。本当にお久しぶりです。去年ぶりですね、多分去年の3月にライブにね出させてもらってから1年、もう1年以上経ってるわ、やば。ありがとうございました。またね、ちょっとイベント出させてもらえたら嬉しいです。ちょっとわかんないけど事務所にねあるけど。あ、好きってきた、ありがとう。コルタさんありがとう、嬉しい。ベイちゃんさんパチパチありがとう。おちむしさんパチパチありがとう。チールさんパチパチありがとう。ネコセブンさんパチパチありがとう。ママパチパチありがとう。コルタさんパチパチありがとう。パチパチってきた。あ、パチ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 パってなってるけんか。ありがとう、ありがとうございます。パパ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 、ありがとうございます。約1年前かですよね。だって3月29ぐらいだったかな、29ぐらいにのねライブに出たから、もうめっちゃ覚えてるもん。じゃあの記憶がやばい。いつでもどうぞ、ありがとうございます。そうですね、1年前でしたわ。やば、そんな前、びっくりした。なんか歌いたいな他に。なおちゃんの歌声大好き、ありがとう。ちひろさん、またまたインスタできましたよ、ありがとう。本当にインスタグラム、インスタ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 グラムありそう、この歌。広島からは誰も来ない。広島から、あ、ライブですか、ライブのことかな。あ、広島誰も来ない。あ、そういう系のライブ。あ、なんかどっか、あ、人を集める感じか、人を集める感じのライブなんかな。あ、いや、どんどん歌って。猫セブンさんありがとうございます。じゃあ何歌おうかな。歌詞が書いてあるノートね、ちょっとこうやってね分かる曲をね歌おうと思います。いや、どんどん歌、読んだか、もっと聞きたい。ありがとう猫セブンさん、もうマジで嬉しい、ありがとう。何歌えばかな。あなたに、うん、これ微妙。会いたくて会いたくて眠れ。福岡、四国、東京は何人も来てくれるけ、来てくれてるけど、あ、来て、あ、そういうこと？福岡、四国、香川とか、遠征しない県なのかな。あー、どう、広島、どうなんじゃろうね、広島。広島、でも広島、歌うまい人結構いるからね。声かけたら出てくれそうな気もせんこともないけど。難しいね。377人だ、ありがとう。みんな何歌おう。球場の空を渡る風になって焼きたい。あ、日々って歌歌いたい。なんか今日気分。おじいさんはおばあ、知ってますかこの曲。吉田山田さんの曲。あ、キー高いな、キー高えなこれ高えな。おじいさんはおばあさんと目を合わせて眠らないふりそう。出会った日、恋に気づいた日、結婚した日、別れたいと思った日。低じゃなくて高っ。まあいいや、まあとりあえずね今日軽くね歌いたいと思います。低めに歌えばいいか。おじいさんはおばあさんと、これぐらいがちょうどいいと思う。それでは聴いてください、日々です、うん、ちょっとうまく歌えるか分からん。
おじいさんはおばあさんと目を合わせあまり喋らない寄り添ってきた月日の中ただ幸せばかりじゃなかったんだ分厚いガラスメガネ手のひらのシワ写真には映らない思い出笑い出す二人ちゃんちゃだちゃん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 出会った日恋に気づいた日結婚した日別れたいと思った日子供を抱いた日手を離れた日溢れる涙よこれは幸せな日々テレレレレレレレテ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 レごめん最後ちょっとわからんかったなんかあるよね最後一番最後にねこうあるんですよしんみり終わる感じがちょっと下手くそやったけどありがとうございます癒されるなその歌本当でも確かに歌詞もねめっちゃなんかほっこりする歌詞ですよねめっちゃいい曲です大好きな曲あーパチパチきたそうそう元歌そう元々ねそう歌が低いんですよねでそこから自分でキー上げすぎてちょ今度は高かったみたいな感じですねめいちゃんさんパチパチありがとうちひろさんパチパチありがとう猫セブンさんパチパチありがとうコルトさんしみるってありがとう今のでしみるのやばコルトさんちょっと涙腺弱いね本当にありがとう嬉しいおちましゃさんパチパチありがとうパチ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 色とりどりに光る世界を作ってくそれぞれに輝くからいつか君に燃えるといいな飾り混ざり合う色で明日を描こうわからんなんか今思い浮かんでしまったゆずさんの曲もめっちゃ好きなんですよ自分栄光の架け橋とかめっちゃいい曲この長い中行くたり坂を君を自転車の後ろに乗せてブレーキいっぱい握りしめてゆっくりゆっくり下ってく耳がほっこりありがとう私もほっこりほっこりしますほっこり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 はいひょっこりはんほっこりかよひょっこりかよわからんわひょっこりはん最近知ったんよえ知った最近ではないわ1週間前ぐらいにひょっこりはんのこと知ったけんねなんかみんなひょっこりはんひょっこりはんなんかよおるなとか思ってなんかなんかのなんかドラマかなんかのシーンであったんかなと思ったらまさかのさお笑い芸人と言えばいいかなの人がやっとんじゃねひょっこりはんってわからんかったわ遠征といえばゴールデンウィークまいこちゃんのがの応援行きたい休みが取れえ休み取れんのえまいこ何があるああれなんかあのアイドルクイーンコンテスト東京であるのあれどこであるのそれ歌って何の曲ゆずさんの曲ゆずさんの曲ですか猫セブンさんえうちよくあのサビしか知らんあ栄光の駆け足のこと何のこと年のせいなおちゃんの声のせいやだ本当に声年のせいなおちゃんの声のせいありがとう嬉しいわ私べーちゃんさん笑ってますよ夏休みにはまたこっちからも福岡東京に遠征しますおらそうなの東京来るのかな東京にお越しやすお越しやすってどこの方言京都わからんそうですよあ栄光の駆け足のことあ栄光の駆け足だったら歌えるよ多分だけどねでもこれね一人で歌うの結構きついねそうそう東京あ東京か休み取れんのゴールデンウィーク逆にうち広島帰りたいわうん帰りたい広島に帰りたいなまあいいや栄光の駆け足をえ今東京にえあそうポーさんそうだった今東京にいるんですよ
そうそうそう、東京にいるっていうか、もう東京に住み出して、言うてあのライブが去年3月にあって、3月末あって、それが広島最後のライブだったんですよね。本当にありがとうございました。思い出に残りました。それで4月1日から東京に上京してるんですよね。上京してきました。そうだ、今東京なんですよ。広島だと思ってたね、そういえば。そうだそうだ、東京なんです。のーって、のー、イエー、待って、この掛け合わせちょっと軽く歌うわ。どんな曲、誰にも、これ低っ、逆に高いんか、サビが。誰にも見せない涙が、これぐらい。それではちょっと簡単に歌いたいと思います。誰にも見せない涙があった、人知れず流した涙があった、決して平らな道ではなかったけれど、確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も、何度も何度も諦めかけた夢の途中、いくつもの日々を越えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに進めばいい、栄光の架け橋へと。なんかちょっと微妙だったけど、ありがとうございました。ちょっとコメント気になってしまった。栄光の架け橋を歌いました。なんか意外に高かったな。ちょっとごめんね、下手くそで。本当に銀河劇場でイコラブのステージもあるというのに悲しい、どかしい、 もどかしいか、悲しいじゃなかった、もどかしい。ステージあるの銀河劇場、わかんないや。りょうって、ポーさん、りょうじゃないんですよね、普通に。あの、もうりょうじゃない、お家で暮らしてます。お家で関西にも来てよ。関西行きたいです。関西ってか、もう普通に関西行きたすぎてやばいんですよ、私。たこ焼き食べたい。べーちゃんさん、パチパチありがとう。みこセブンさん、パチパチありがとう。おちむせさん、パチパチありがとう。ママ、パチパチありがとう。ちいろさん、パチパチありがとう。最後まで歌ってほしかったの。最後まで歌ってほしかった？一番だけじゃなくって、最後らへんちょっとわからんわ、待って。最後って何やったっけ。あ、最後サビのとこかな。ごめん、ちょっと待って、またちょっと練習しとくわ。最後のとこわからんけん、わかるけど、カラオケでは歌うけど、ちょっとそんなはっきし覚えてない。あ、おおお、待ってよ。りょうちゃんさん、なおさん久しぶり。あ、りょうちゃんさんお久しぶり。昨日スプラが歌ったやつ、あ、そう、歌った？昨日何があったの。昨日もスプラ、あ、ステージかな。昨日もスプラも栄光の駆け足歌ってた。やっぱ聞いたかいよね。やっぱ聞いたかいですね、栄光の駆け足は。キー下げたら逆に初めのね、低いとこがでんくなって大変なんで。もう8時20分、早っ。早、やば。事務所でそうするそうです、事務所です。そうですね、4月からショータイトルという事務所に所属させてもらって、今生きてます生きてます。
サンフレッチェ勝ちました。そう知ってるよ、りょうちゃんさん。サンフレッチェ勝ったんでしょ、昨日。1対0、パトリック選手だ。え、誰だったっけ、パトリック選手、え、誰だったっけ、あれ、なんか英語の選手だったよね。うちサンフレのことあんま最近わからんのよね、あの選手の名前とかわかんないけど、まあ、英語の選手だった。おめでとうございます。吉本坂に入れば全国行けるよね、マリウスさん。そうですね、吉本坂入ったらやっぱね、ちょっとは変わると思うので、頑張って頑張りたいんですけれども、まだ今は結果を待ってるだけなので、ちょっと、うん、もう願うしかできません。願いましょう、みんなでお願いします。はい、マイクの拾い方が不安定。あ、そう、ポーさん、そうだ。あ、待って、猫せめさん、いやでもよかった、ありがとうね、あの、あれもリクエストありがとうございました。そう、あのね、うちね、なんかね、携帯が多分なんかマイクとかの問題じゃなくって、ただ携帯がおかしいんですよ。なんか音声がなんかね、そう、大きくなったりちっちゃくなったりするんですけど、まあ、許してちょんまげって感じで、ごめんなさい、本当に。また携帯変えたら多分ね、いい感じになると思うんですけど、今はちょっとあれですね。昨日はサンプル、サン昨日はサンフレ、寝坊の原因。あ、なるほどね、サンフレが寝坊の原因か。でも今起きるってすごいわ。まあ夜勤とかかな。関西行けたら NMB も見に、当たり前です、関西行ったら絶対劇場公演見に行きます、私。いや、行かんと、もうマジ何のために行ったかわからん。一回もう生でパフォーマンスを見たいのです。うん、かのんちゃんにもプレゼント渡せた。あ、よかった、かのんちゃん。リトグリ、え、リトグリ CD 羨ましい。リトグリ、リトグリ大好き。うちさっきリトグリの歌歌ったんですよ。ギュッとっていう歌歌いました。聞いてなかったかな、来る前だったかもしれん。まあメンバー全員にもあげたけど、ああそういうこと、メンバー全員か。かのんちゃん誰、かのんちゃん誰って思ったとは思う。あ、そういうこと、そうなん、名前言ったらよかったのに言ってないんかな。パソコンは持ってない、あ、ポーさんパソコン持ってないんですよ、私。パソコンは持っていなくって、携帯と iPad を持ってるんですけど、うん、なんかこっちでやってます分からん、使い方が分からん、 iPad。 夜勤明けからサンフレからの、え、夜勤明けからサンフレからの夜勤からの爆睡。うわー、すごい、お疲れ様、べーちゃんさん。皆様も一緒に、ご一緒に、いっせーので、お疲れ様もうすごいね、夜勤やば、すごいわ。お疲れ様、またね、多分夜勤あると思うんで頑張って。マジか、しくったしくったね、りょうちゃんさん歌ったんですよ。うちゃちゃちゃん、ぎゅっと君の手を掴んで走り出して、小さなこの痛みを離さない、歌ったのよ。また来てね、日曜日は歌うから、みんなこのルームに、カモンベイビーですわよ。ぜひぜひぜひ買ってあげたい。パソコン、 iPad 違う、何 CD 買ってあげたい。だって優しいね、猫セブンさん、優しい方だわ本当に。みんなは、みんなは、みんなは、まあこのライブの人みんな優しいからね、本当にありがたい。じゃあこうやって続けられるんよ、私は。 iPad はスマホと同じ、あ、スマホと同じ、スマホと同じか。でも iPad をさ、でもこっちで慣れちゃったから、まあ、じゃあ iPad もちょっと考えんといけない。まあとりあえずね、多分もうちょっとで携帯変えるんですよね。分からん、変えるか分からんけど。おちゅーバキューン、おちゅー、お疲れ、ありがとう。そう、今会社着いた、これからお仕事。あ、べーちゃんさん頑張って、もう会社か、頑張ってね、もう応援パワー送る、マジで頑張って、ファイト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 、頑張って、もう。テンテレテテレンテテレンテンテレテテレンテテテテレテテ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 テ、スプラの曲おお、いいって、りょうちゃんさんありがとう。なおさん、その歌を歌うってことは恋をしたいんでしょ。違うそういう意味じゃなくて、普通に、え、キュットって恋の歌、あ、恋の歌だね。さ、なんか、あの、何歌おうかなってこう考えた時に、あの、アプリがあって、アプリのなんか歌手名とかを、ね、こう見よって、あ、リトグリさんいいなと思って、
あ、そういえばリトグリさんのギュッとって歌最近の曲じゃんと思って、でしかもなんかねめっちゃいい曲だなと思ってさっき覚えたんですよこの曲を。私はそうだから別に恋をしたいとかじゃなくて普通にその歌が歌いたかった。めっちゃ可愛い歌ですよねこの歌。コルタさんファイテンテレテテレファイ、どんなんだっけわからん。ファイトファイトファイト、そうじゃーんちゃっちゃらちゃーんちゃっちゃらちゃーんちゃっちゃらちゃった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 。でも嬉しい、ありがとうりょうちゃんさん。私もこちらこそありがとう本当に。あ、また次回の予定言いますわ。次回の予定は4月の25日です。25日です。皆様もう本当にたくさんおしゃべりしましょうね。また来週の水曜日も、来週の水曜日は多分できると思うのでショールーム配信ぜひ多分7時か7時半からやると思うのでぜひぜひぜひ。びっくりした、星投げんの忘れてたので投げました。あ、猫セブンさんありがとう。星見えなかったけど嬉しい、ありがとう本当にありがとうございました。またね水曜日もお星様集めててね。みんなりょうちゃんイコールリトグリとちいろちゃん好きってイメージを、はい了解です。ちょっとすごい分かりました。りょうちゃんイコールリトグリとちいろちゃんね、 OK です。いやいいね、歌う前から、歌う前からありがとう。また歌ってね、ありがとう、また歌いますわ。またねあのリクエストとかねしてくれたら嬉しいです。楽しみ、多分安定のイコラブダブルダブル視聴、そうですねダブル安定ですね。そういえば水曜じゃもんね。よろしくお願いします皆様本当に。最後に待って、もう8時27、まあいいか、30分過ぎ、足が痛い。順位をね発表したいと思います。まず13位からいきます。13位、月の人、星をいる、わかんない漢字が読めない、いるで合ってる、初見さんかな、ありがとうございます。そして12位はママかな、ありがとうございます、ありがとうママ。11位はマリスさん、ありがとうございます。10位は千尋さん、ありがとうございます。9位は福岡さん、ありがとうございます。8位は誰だ、ニゴさん、ありがとうございます。お久しぶりだ、ありがとう。8位読んだでしょ。7位ママニョン、ありがとうございます。6位コルタさん、ありがとうございます。5位はネコセブンさん、ありがとうございます。4位はベイちゃんさん、ありがとうございます、お仕事頑張ってください。3位はなんでやねん、3位はって3位は、誰だ、ユウさん、ありがとうございます、合ってる、ごめんアバター見ただけで決めてしまった、あとだ、ありがとうございます。そして2位はカズヒロさん、ありがとうございます。そして第1位はブルル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 ママニョン、ハートじゃなくて、なんだっけ、アイス、ありがとう、ママニョン、ありがとうございます。皆さん覚えてね、アイスポーズ。コーンにアイス、アイスポーズです。ママニョン、あと、タコもありがとう、タコ、ありがとう、タコ、ありがとうございます。全部いけたね、読めたね、全部。そして、コメント読んで終わりたいと思います。ありがとう、みんな。あとはスプラメンバーが、一人でラジオ出演してる、あ、知ってます、恋ラジ、え、何だっけ、恋ラジじゃない、それリンリン、え、分からん、なんちゃら、うん、知ってる、この間カノンちゃんだったでしょ、知ってますよ、あんま聞けてないけどね、どうやって聞くんか分からん。猫がみんな亡くなったからウーパールーパー買おうかと思ってるとこ、え、猫飼ってたのポーさん、え、亡くなったの、え、ウーパールーパーってなんかあるよね、ウーパールこれ違うポーズが分からん、ウーパールーパーあるよね、ウーパールーパー、うちはね実家でね、この間1ヶ月ぐらい前にからハリネズミ飼ってるんですよ、ポーさん、ハリネズミおすすめ、あ、でも、まあ、世話は大変じゃけどめっちゃ可愛いです、ハリネズミ、うん、もう生まれてたの、ね、あの生まれて2ヶ月の2
2ヶ月、うん、2ヶ月のハリネズミを買ったんですけど、めっちゃ可愛い。もう今3ヶ月目ぐらいかな。すごく可愛いのでハリネズミおすすめですよ。ムックに会いたい。りょうちゃんさん、ラジオにメッセージを送ってあげたらみんな喜ぶ。あ、メッセージ送れるんか。どうやってあげるんかな。まあ、調べたらできるかな。何曜日にあるかもわからん。まあ、それツイッターで見たらわかるか。あ、ちいろさん、おつなおありがとう。おつなおありがとう。おつちひ、土偶に勝った。土偶べーちゃんさんに勝ったね。しかもべーちゃんさんに2位も勝ったよ。2位、4位2位じゃけん。べーちゃんさんでも寝坊したけんね、しょうがないんよ。また次回戦いましょうね。あ、おちむしさん、おつ、あ、かのんちゃんもありがとう。ラジルラジル、あ、ラジルラジルだった。ありがとう、送ってくれた URL。 かのんでと、あ、かのんちゃんが出とったやつ。聞くわ聞くわ聞くわ、よっしゃ。おちむしさん、おつにゃん、またにゃん、バキューン、ありがとう、バキューン、ありがとう。またね、ありがとね、今日もギフトありがとう。猫セブンさん、お疲れ、ありがとう。こちらこそ本当にありがとね。今日もまた水曜日も見てください。うん、ゆうさん、お疲れ様でした。ゆうさん、お疲れ様でした。2位ありがとうございます。第1位じゃ、第1位じゃ何の話やねん。なんか2位って来たら第1位って言ってしまう、ごめんなさい。猫が亡くなった、悲しいね。猫、え、猫ってさ結構大きい存在じゃない。じゃけ確かに猫はね、ペット飼っとったのにさ、おらんくなったらすごいペット飼いたくなるよね。わかる。 YouTube で投稿されていて、あ、そうなん。かのんちゃん、ちいろちゃん検索したらって。 あ、そうなんじゃ。あっちもやったんか。 NHK のラジオアプリ使えば聞けるよ。お、じゃあうちさ、ね、あの月末に聞くわ。月末だったら速度制限かからんけん。安定の楽しい配信でした。コルトさん、ありがとう。ふふ、ありがとう。本当に見に来てくれてありがとうございました。また見に来てね。え、猫7匹猫7匹いたけどだんだんいなくなって、この間最後の子が22歳も生きたので、亡くなった。いやでもそれは長生き。猫何年生きるんか分からんけど、7匹おったのに、やばい、すごい、7匹も飼っとったんか。でも大丈夫、猫はね、ずっと天国から見守ってくれてるから。猫ちゃんね、猫かわいいよね。カエルに負けた。あ、ゆうさん、カエルだって。カエルに負けたって勝負だよ、うん。どうやったっけ。りょうちゃん、メッセージ読まれた、嬉しかった。おー、メッセージ読まれたの、やったじゃん。さすが、さすがですね。ちょん。だから今まで飼えなかったお魚系にしようかと。あ、そっか、猫がおったらお魚系飼えんのか。え、じゃあウーパールーパーでいいじゃん。あ、う、う、どうやったっけ、ウーパールーパーわからん。ラジコラジルのアーカイブもあるし、某サイトにもある。全然わかんないや。なんか難しいな。とりあえずサイトでしょ。なおちゃんが上京してお母さんも寂しがってると思うよ。そうかな、寂しがってるかな。お母さん毎日ムックと楽しくやってそうだよ。ムックがおるけんまだ楽しそうにやってる。まあお兄ちゃんもおるけんね、うん。ポーさん、そうなの。うん、それは悲しいですよね。確かに7匹って結構多いもんね。だってもう猫と一緒に暮らす人生って感じじゃん、7匹ってね。それがもうゼロってなったら。22歳ならすごい長生きやな。ね、22歳はすごいよね。うちよりも年上だもん。すっげえ。そこまで生きたからすごいわ、本当に。まあ、ウーパールーパーをね、買ってあげてください。ウーパールーパー。8時34分です。皆様、たくさんコメントありがとうございました。そしてじゃない。最後に、Twitter と Instagram をやってるので、ぜひ、チェックをお願いしたいです。よろしくお願いします。本当になんかこれやったら光が変なんだ。まあ、いいか。そしてこのね今見てくれてるルームのフォロー、右か左かどっちか分かんないけど、ハートをポチッと押して赤にしてくれたら嬉しいです。フォローよろしくお願いいたします。それでは終わろうかな。猫セブンさん、時々ついカリ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 買いそうになる。カリカリ、ついカリカリ買いそうになる。え、カリカリ、え、どういうこと。なんかもう仲良くなってんじゃん。猫セブンさんとすごいよ。僕も7匹今飼って、猫セブンさん、そうなの。僕も7匹猫飼ってんの、やば、
すごい。すごいわ。猫7匹ってすごいわ。いいね。可愛がってあげてください。よくわかります、その気持ち。わかるって。もう共感してるね、猫飼ってる同士が。まあ、私はハリネズミに命を捧げたいと思います。早く会いたいな。まあ、とりあえず今日の配信は終わりたいと思います。皆様、1時間半の配信、長くお付き合いください。ありがとうございました。それでは、え、カリカリ、ドライフード。え、なんかさ、カリカリの意味がわからんくってさ、なんかついカリカリ、猫をカリカリカリって飼いそうになるんかと思った。ごめん、全然違った。あ、ドライフードのこと？なるほど。ドライフードか全然違ったわ。ドライフードか。ドライフードイコールカリカリなんだ。まあね、ウーパールーパーカップね。お疲れ様、姉ちゃんさんありがとう。お疲れ様、お仕事頑張ってね、夜勤頑張って。そしてマリウスさんまたね、マリウスさんもありがとう。コメントもたくさんありがとうございました。それでは皆様終わりたいと思います。明日もお仕事学校頑張りましょう。よよ、それではバイバイ。ありがとうね、ポーさん。お疲れ様、ポーさん、ほんまに初見ありがとうございました。また見に来てください。水曜日曜でやってるので。ありがとう、頑張ります、プラッシュ、頑張ります、プラッシュ、ありがとう、こっちか、ありがとう、バイバイ、おやすみ、ありがとう、バイバイ、おやすみ、皆さん、おやすみなさい。467人の皆さん、ありがとうございました、バイバイ。3、2、1、バイバイ、ありがとう。